はい、ワンピースが大好きな神木です。以前ですね、フィガーランドガーリング星に関しての動画というのを撮ったんですね。で、そこでは、まあ、ゴッドバレーの王者という肩書きから、まあ、いろんなことを推察したわけなんですけども、そこで言ったのがですね、ゴッドバレーという土地は、天竜人が楽しむ闘技場があった場所なのではないかと、そういうことを話したんですね。で、思えばですね、まあ、ドフラミンゴというのも、まあ、コリーダ・コロシアムの時というか、まあ、ドレスローザ編では、まあ、もともとね、人間は血を好むということを言ってましたよね。そして、ガーリング星が王者というのであれば、まあ、王者という肩書きから考えるとやはりですね、戦いを勝ち抜いた、まあ、そういうトーナメントとか闘技場で勝ち抜いた人物なんであろうということから、まあ、ゴッドバレーというのはそういう闘技場があったんじゃないかということを話したんですけども、先日ですね、私またワンピースを読み返していくと、闘技場という点で繋がった部分があったんですね。というか、ワンピースにコリーダ・コロシアム以外で闘技場というものが出てきていたわけなんですよね。で、そこからいろいろ考えていくとまた面白い仮説に繋がったので、今回はそれを紹介したいと思います。ぜひ皆さんの意見聞かせてください。それでは行きましょう。はい、結論から言うとですね、スリラーバークは流れ着いたゴッドバレー説なんですね。はい、スリラーバークは流れ着いたゴッドバレー説、つまりゴッドバレーというのは、まあ、38年前にゴッドバレー事件の時に島というのがなくなったんですけども、完全になくなったわけではなくて、その上部分ですよね、切り離されて海を漂っていたと。そしてそこをモリアが見つけてスリラーバークとして船に改造されたという説なんですね。というのもですね、スリラーバーク編を読み返してたんですね。でびっくりしたんですけども、47巻、まあ、452話ですね、風の地五郎の回を読んでいくと、まあ、ルフィたちがジェネラルゾンビたちと出会うところですね。あそこで闘技場というのが出てきているんです。はい、見てください。ここ広間、ウソップたちはさあそれどころかと、まあ、ロビンたちが話していて、ここですね、この広間の奥はもう外みたいよ、なんだここは、闘技場みてえだと書かれているここです。怪しくないですか、これ。かなりここに闘技場らしきものがもう出てきているわけなんですね。で、思い返せばこの闘技場っていうのは謎なんですよね。闘技場である必要がスリラーバーク編の中で描かれなかったわけなんです。そこでこう闘技場のような、トーナメント形式のバトルが行われたわけでもなく、普通の部屋でも全然成り立った描写だと思うんですけども、わざわざ闘技場として描かれていると。で、ここかなり謎ですよね。ちょっと違和感があるといえばありますよね。そこで先ほど言った説、スリラーバークは流れ着いたゴッドバレー説につながっていくんですけども、つまりこの場所というのはゴッドバレーの一部なんじゃないかと思ったわけなんです。最初はですね、あのオーズが国引きオーズでしたので、その国イコールゴッドバレーでありスリラーバークなのかなとも思ったんですけども、しかしオーズというのは500年前に死んで、まあ、ルフィの影を入れられるまで全然動かなかったようですので、それはちょっと可能性として低いのかなというところですね。しかしここがですね、ゴッドバレーの一部であることはですね、あながち否定できないんじゃないかなと思うわけなんです。というのもスリラーバークというのは謎がまだあって、ここがゴッドバレーの一部だと考えると辻褄が合う可能性があるんですね。ちょっとスリラーバークの謎、そしてゴッドバレーの謎というのを振り返っていきたいと思います。まずスリラーバークの謎としては、なぜスリラーバークですね、あの巨大な島を浮かせることができたのかなんですね。そもそも島が浮いているというのは違和感なんです。あれはモリアの能力でもできないものですよね。もともとウエストブルーにあったっぽいんですけども、その巨大な島を切り離して浮島にできるということは、何かしらの大きな要因がないとありえないと思うんですよね。島を浮かせるというのはですね、ウォーターセブンのあのアイスバーグさんがやろうとしてたことでも分かるように、並大抵のことではないんですね。それをもうモリアが成し遂げているというところ、これ謎はちょっとあるじゃないですか。そしてまたゴッドバレーの謎なんですけども、38年前に島そのものが消されたらしいんですけども、どうやってなくなったんでしょうか。これまでですね、よく言われていたのは古代兵器で、まあ、ルルシア王国のように消されたと思われてたんですよね。そういうふうによく言われてたんですけども、最新話のあのマザーフレームの下りから考えると、あのルルシア王国の攻撃は最近可能になったものですよね。なのでゴッドバレーは古代兵器で消されたわけではないということになってしまうわけなんです。そこで、一つの仮説ですね、スリラーバークは浮いたゴッドバレーを船にしたと。これ考えられないでしょうか。ゴッドバレーはですね、新世界にあったかどうかというのは不明なんですよね。その場所がどこにあったのかというのは分かってないんですね。まあ、もちろんリンリンとかカイドウとかロックスが活躍した場所ですので、新世界にありそうな気はするんですけども、完全に新世界に存在した島というふうには紹介されてないんですね。またゴッドバレーで拾われたと思われるシャンクスはウエストブルー出身なんですね。そう考えるとウエストブルーにゴッドバレーがあったと考えても全然おかしくないわけなんですね。38年前のそのゴッドバレー事件で地盤と離されて浮島になったと、まあ、激しい戦いの末、もしくはロックスの能力でそういうことができたとか、
そういうこと考えられますよね。そして切り離されて漂流していたところをモリアが発見して、そして巨大な船スリラーバークとして再建させたと。もしもそうであればガーリング星が王者と呼ばれていたことも、そしてスリラーバークに闘技場のようなものがあったこともつながるのではないでしょうか。はい、先ほど見ていただいたスリラーバークにあった闘技場というのがもともとゴッドバレーにあって、そこでガーリング星が戦い抜いて王者と呼ばれていたと、そういう可能性ですね。五老星の影、はい、また一つですね、ちょっと考えたいのが、先ほどお見せしたこの闘技場の様子なんですけども、後ろにテントが張ってありますよね。いくつのテントが張ってあるでしょうか。そうなんですね、5つのテントっていうのがあるんですね。はい、今5つといえばやはり五老星とつながってきますよね。ゴッドバレーでこの闘技場を仕切っていたのが今の五老星ということなんでしょうか。天竜人のカーストとしてはイム様が一番上にいて、その下が五老星、そしてその下が神の騎士団、そして天竜人たちということになるわけなんですけども、闘技場を仕切っていたのが五老星で、そこの闘技場で活躍していたのが後の神の騎士団であるフィガーランド・ガーリング星であれば、まあ納得ですよね。また闘技場で様々な商品が与えられる掛け事があっていたらと、そう考えるとですね、またいろいろとつながってくるんですよね。コリーダ・コロシアモの時はメラメラの実が商品になったように、38年前、悪魔の実のウオウオの実も商品になったということは考えられないでしょうか。ゴッドバレー事件があったあの日、ビッグマムがカイドウにくれてやったと言っていたのがウオウオの実なわけですよね。それが大きな狩りということでもつながりますし、他にも悪魔の実が多く商品として出されていた大会が当時開かれていたと、まあ、悪魔の実争奪戦ですよね。それがあったのなら、まあ、悪魔の実というのは今までのワンピースの作中でも分かるように高値で取引されるんですよね。まあ、特に貴重な種であったり有効活用が期待できるものというのは高かったですよね。オペオペの実なんか50億ベリーで取引されていたので、もしも悪魔の実争奪戦というものがあっていたとするならば、ロックスが持ちかけたある儲け話というのはまさにこの悪魔の実争奪戦ということになってくるのではないでしょうか。ゴッドバレーではトーナメント形式で戦いが行われていると、そして今回の商品はいろんな悪魔の実が出品されるようだと、それをロックス海賊団の面々で総取りして儲けようということであれば、確かにある儲け話ということになりますよね。そしてウオウの実もそこにあったと。はい、いかがでしょうか。というかですね、これちょっと考えていくと、ゴッドバレーこそ国引きオーズが作った島の可能性もですね、ちょっと冒頭で言ったんですけども、もしかしたらあるのかもしれませんよね。まあ、国引きオーズは必ずどこかに国をこう引きずって、まあ、作ってますよね、島を。ということはですね、その島というのは浮島なはずなんですよね。モリアというのは氷の国でオーズの死体を発見したということなんですけども、その氷の国そのものがゴッドバレーであったと。あのゴッドバレーのねフォルムっていうのは分かってるんですけども、あの柱みたいになっている高くそびえ立っているのが氷の柱であって、いざ詳しくゴッドバレーが描かれると、実はね氷の柱が巨大にこうそびえ立っている島だったということは考えられないでしょうか。そしてそこにオーズが眠っていて、それが漂流していたからモリアはオーズも得ることができて、そして船にした後に氷が溶けて今の形状になったと、まあ、そういったような展開というのもちょっと考えられるというか、可能性としては十分あると思うんですよね。はい、いかがでしょうか。スリラーバークは流れ着いたゴッドバレー説ですね。まあしかしね、今いろんな編というのが次々とつながってきているわけじゃないですか。空島編であったりアラバスタ王国であったり、これまで描かれたいろんなルフィたちの冒険が次々とつながっている中で、このスリラーバークもつながるというのは大きくありえますよね。というかスリラーバーク、あの最後に出た影というのも全然明かされてませんし、ロックスもまだまだ得体が知れないというところでいくと、実はこのスリラーバークとつながると、その可能性十分考えると思うんですよね。はい、いかがでしょうか。ぜひ皆さんの感想考察など聞かせてください。また今ですね、これ撮っている段階ではワンピースっていうのは今1ヶ月の救済期間に入っているわけなんですけども、この機会にですね、皆さんの面白い考察などありましたらどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、私のツイッターの方にですね DM をいただければなと思います。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。それでは最後までどうもありがとうございました。